筑田大橋は、隅田川に架かる橋で、筑田大橋通りとも呼ばれる、東京都道473号新富春見線を通す橋である。隅田川右岸においては、北が東京都中央区港3丁目、南が中央区明石町。動作岸では、中央区筑田1丁目と中央区月島1丁目を分かつ。地下にて、東京メトロ有楽町線と並行する。 右岸側川では、隅田川の手前100メートルほどの位置から降下が始まり、左岸では、筑田、月島全幅にわたって、降下のまま、浅潮運河に架か,かる浅潮大橋へとつながっている。これは、桁の下面から水面までの距離を勝ち時橋と合わせたためである。また他の隅田川に架か,かる橋は川に対して、ほぼ直角に交わっているが、筑田大橋は、 中心線が岸に対して60度ほど斜めになっている。佃大橋は、隅田川最後の都線上として324年続いていた、佃の私の位置にかけられた橋であり、上流に並行している、永大橋、下流の勝時橋の交通量の増加、及び1964年、東京オリンピック開催に備えた関連道路の一部として、戦後初めて、 隅田川に架橋された橋である。当時佃島と月島を隔てていた佃川は、佃大橋の取り付け道路建設のために埋め立てられ、佃島と月島は地続きに、同時に佃川にかかっていた佃橋は、廃橋となった。東京地下鉄有楽町線は本立橋と並行している。佃大橋周辺は、高低差が激しいため、東京マラソンの難所と呼ばれている。 都営バスについて、東17、東京駅アイス、口新川2丁目、月島駅、越中島豊洲駅、枝川潮見駅が2000年に廃止されて、以降は、定期路線の運行はなかったが、2018年4月2日に、直行例に、豊見水産不頭勝時駅月島3丁目、亀島橋東京駅アイス口が、平日朝の1日数本のみながら、運行を開始し、 18年ぶりに佃大橋を経由した定期路線が設置された。臨時系統としては、国店01東京駅東京ビッグサイトがあり、この系統については、定期路線がなかった18年間も含めて、佃大橋を通ることが多い。出版都市順、ありがとうございます。